こんにちは、キエです。今日はなんと YouTube 登録者数5万人達成したということで、久しぶりに質問コーナーをやっていきたいと思います。皆さんありがとうございます。ではスタート。はい、ではインスタグラムの方で募集した質問を今から答えていきたいと思います。自己紹介をお願いします。1997年6月29日生まれの25歳です。血液型は A 型です。身長は158センチです。今度健康診断あるから、その時にちゃんとした数字も一回測ってきます。危ういんで。今のお仕事を始めようと思ったきっかけを知りたいです。モデル業は大学生の時に始めたサロンモデルからスタートしてるかな。そこからインスタとかでも美容師さんからもらったデータをインスタで発信してったりとかして、こうどんどんお仕事につながってった感じですかね。 SNS はもっと女の子のためになる情報を発信していきたいなとか思ったりして、 YouTube とか、まあ、インスタとかもなんか頑張ってたんですけど、でも女の子のためになる情報よりなんか私が大食いしてるとことか、なんかラーメン爆食してるとことかの方が皆さんからの反応が良くて、なんか全然みんなのためになってないけど、こんな動画で申し訳ないんですけど、よく、はい、ラーメンとか食べながら発信してます。1日に何歩歩いてますか？昔ダイエット頑張ってた時は1日に1万歩は絶対歩いて、多い日だと2万歩ぐらい頑張って歩いてました。で、今はちょっとあんまり歩けてないんですけど、まあ、目的地まで 3、40分かけて歩くとかはでもたまにあります。ジムの帰りとかに歩いて行ったり歩いて帰ってきたりすると脂肪が燃えやすくなるから、そういうのとかもよくやってました。あのジム通ってる人とかは絶対に歩いて行った方がいいし、歩いて帰った方がいいと思います。けいちゃんの骨格は何ですか？ストレートとウェーブのミックスかな。でもね、多分ストレートなんかな。私鳩胸で首は長いんよ。お尻でかい首長い、鳩胸、お尻でかい。これ何なんだろうね、この骨格何ですか聞きたい。診断とか行ってみたいです。よく使う LINE のスタンプ教えてください。ポン、アンポンタンみたいなやつごめんなさいってなった時に使ってる。美容系で一番お金をかけて良かったものは何ですか？顎下脂肪吸引かな。まあ、二の腕もそうだけど、顎下が一番シュッてなってダイエットじゃ無理だった部分なんじゃないかなって思います。これについてはあのダウンタイムとかクリニックの名前とかも知りたいっていう声が多かったので、今度動画に出します。よく使ってるカラコンは？いつも目が美しすぎます、ありがとうございます。うん、基本最近は裸眼が多いかな。今もね、これは裸眼、裸眼っていうか透明のコンタクトを入れてます。おすすめのカラコンはカラコン紹介とかにも載せてるんですけど、ボブにしてからは結構裸眼が多いです。うん、ごめんなさい、参考にならなくて。おっぱいのケアはお家で何かされてますか？バストクリームをお風呂上がりに塗るようにしてます。あとは私が通ってるサロンのオーナーのユミさんに自宅でできるおっぱいマッサージをこの前伝授してきたので、その動画も撮ったのでまた載せますね。そう、それをねやったりとかしてます。好きなコスメブランドはどこですか？私が持ってるコスメで多いのは韓国ブランドが一番多いかな。今日もクッションファンデも韓国で買ったやつだし、リップもチークもアイシャドウも 3CE の韓国のものだし、眉毛はプチプラ。あんまりハイブランドのコスメは使ってないですね。うん、私ハイブランドのメイクのところ入るのなんか苦手なんですよね。なんでなんだろうね。なんかいいものたちが置かれすぎてて、なんか迷いすぎて結局決められないんよな。だから個人的にあんまり行きたいって言って行くことがあんまりなくて、結構ねコスメ大好きな子
と一緒に行ってこれがいいって言われたら買うみたいなのは結構あります。これがめっちゃいいって人気だよって言われたら買うとか、めっちゃワクワクするんですけどね、ああいうの見ると。でも迷っちゃいますよね。おすすめの美顔器教えてください。もうね、めちゃくちゃおすすめの美顔器がこちらです。ちょっと今度動画もね上がると思うのでぜひ見てもらいたいんですけど、もうこれはね感動しました。はい、もうあの今日もねやったからね、お肌ツルンツルンなんですけど、もうツヤがありえんぐらい出るんでぜひ買ってみてください。まあ動画を見てください。今度キエちゃんが将来の相手に求めること、どんな人がいいですか？めちゃくちゃ一般的かもしれないんですけど、居心地の良さと、もう心がすんごい広い人がいいです。あと私がねわがまま言っても許してくれる人、あと見た目で言ったら私は身長が高い人が好きなので、まあ、身長が高い人がいいかな。今まで行った旅行先で一番おすすめの都道府県を教えてください。あんまりそんなにねいろんな県に行ったことがなくて、一番良かったのは本当に一般的だけど沖縄かな。一番なんか心が癒されました。だいたい仕事だったりするから、なんかそんなにプライベートを楽しんだことがなくて、とりあえず沖縄大好きです。今度行きます。好きな言葉や大切にしている言葉ありますか？これからも応援してます。ありがとうございます。好きな言葉というよりかは、なんか本当に思い立ったらすぐ行動っていうのが私は大事にしてますね。まあ、仕事面でもそうだし、まあ、例えば私が志望吸引やろうとか思ったやつとかも、こう悩んで悩んで1年2年悩んでやっとやろうってなった時にはもう遅いんだよね。この2年こんな輝けた2年がすごいもったいないなって思っちゃうから、それについて調べたり学んだりとかはもちろんするんですけど、基本的にはもう本当にすぐやりたいもうね、もったいない、時間がもったいないからすぐやります。大事、時間はお金で買えないから。毎月どんな美容施術やってますか？お肌とかは全くやってなくて、ホームケアばっかりですね。美顔器とか使ったりとか、バストサロンとかは月に2回ぐらいメンテナンスで行ってます。青のスマホケースどこのですか？こちらですね。じゃん。お友達から誕生日プレゼントでいただいたボッテガのブルー水色のスマホケースです。めっちゃ可愛いよね。落としちゃったりすると汚れが目立つかなと思ったんですけど、やっぱシリコンだから全然、なんかちょっと汚れてもすぐ拭いたら取れるから、これはめっちゃいいです。落としても画面割れないし、めっちゃいいです。仕事の時とオフの時のタイムスケジュールを知りたいです。私は職業的にバラバラで、朝早い撮影がある時とかはもう5時とか6時とかから始まってたりとかもするし、お昼から打ち合わせの時はお昼までゆっくりできるし、あとは、まあ、YouTube 撮影だけするってなった時とかはもうちょっとゆっくりとかも日もあるし、本当にバラバラです。でオフの時のタイムスケジュールを知りたい。あ、オフこそ外に出たくないタイプで、一日中家にいることができるならもう絶対に外出ないです。夜だけ友達とご飯に行ったりとか、まあ、夕方カフェに友達と行ったりとかはするんですけど、それまではできるだけ家から出たくないです。用もないのに買い物とか絶対にしたくない絶対にできない、本当にできない、そういうタイプなんですよね。こーちゃん、あら転がっちゃったの、かわいい。あー、これは来ちゃいましたよ。セブチで好きな曲と推し教えてください。まず推しはミンギュですミンギュで好きな曲は Run to you です。あのね、この曲はなんか本当になんか次会う時まで元気に過ごしてなきゃダメだよとかね、なんか元気づけられるんですよね。そんなことセブチに言われちゃったらって。あとはハグも好きです。ハグ、スマイルフラワーとかも大好きです。いっぱい大好きな曲あります。今ハマってることは何ですか？このセブチトークの後に言うのは申し訳ないんですけど、ストレイキッズのヒョンジンにハマっております。はい。大学生です。プチプラでおすすめのスキンケアを教えてほしいです。プチプラでおすすめだと、私が使ってるDプログラムの化粧水乳液はすごくおすすめです。
でもね、プチプラって言うのかな、薬局には置いてあるけど、あれあの値段をプチプラって言わないかもしれない。あ、だったら韓国のスキンケアナンバーズインとかは2000円ぐらいで手に入るからプチプラなんじゃないかな。韓国めっちゃいいですよ、おすすめ。特にナンバーズインと、あとアヌアと、うん、その辺はめっちゃおすすめです。ヘアケア詳しく見たいです。ヘアケアだとシャンプー、リンスは結構ねコロコロ変えちゃうので、ケラスターゼの黒のラインのヘアオイルと、黒のケラスターゼのこんぐらいのボトルのねスペシャルケアのトリートメント、それめっちゃサラサラになるからおすすめです。デートの前とかね絶対髪綺麗な方がいいからおすすめ。スタイル憧れです。最近の体重と筋量と体脂肪率を教えてほしいです。この前テレビで私の体重が公開されてたんですけど、その時48キロぐらいだったかな。体脂肪率はこの前測ったら21か2で、筋量はいつもどれぐらいなんだっけな、36とか。でもこれって測る機械によって全然違うから、私はサロンとかジムとかに置いてあるすごいねでかいインボディっていう機械で測ってるので、他のね体重計とかとは全然数値が違うんですよ絶対。だからあんま参考にならないんじゃないかな。で、体脂肪率はちなみに 23% 切ると胸とかめっちゃ減るんですよ。だから本当は22ぐらいに抑えたいから、まあ、筋肉もつけつつ、もうちょっといい脂肪をつけながら、なんだろう、綺麗なスタイルを作っていきたいなって思ってるんですけど、これが難しいんですよね。スタバのおすすめカスタマイズ知りたいです。私スタバはアイスアメリカンのしか飲まないんですよほぼ。だからカスタムとかがあんまりねむずくて。でもあと好きなのはマンゴーパッションフラペチーノみたいなやつめっちゃ好きです。あれは飲むけど、最近は甘いのは全然飲まなくて、まあ、飲むとしたら絶対にオーツミルクかアーモンドミルク変更にします。ココアとかもね結構好きでした。シロップ半分とかにして飲んでました。24歳、出会いが全くありません。無理な人は本当に無理って感じです。どうしたらいいですか？いや、無理な人は無理でいいんだよ。もうそれはね、なんか結構はっきりしてた方がうまくいくと思う、今後。うん、なんかちょっとね、いや、私的には無理な人は無理って感じで、こう選別パンパンパンってしてった方がなんか生きやすい気がする。自分は無理だけどちょっと中身知ってみようかなってなったとしても、多分無理だと思うから時間の無駄な気がする。そのまままっすぐ生きてください。食べまくった時どのぐらい体重増えますか？この前収録で爆食のやつやったんですけど、4キロ増えましたラーメンだけ食べて4キロ増えてた。最近は何をよく食べますか？和食が好きなんですよ、特に最近。だから和食にハマってる。あと鍋よく行くかも、ご飯だったら。あとランチとかはパスタ大好きです。パスタ大好き。名古屋のおすすめスポット知りたいです。大須。この前私が動画に出した大須食べ歩き、昔ながらの感じで、そこでね私この前はしご酒したんですけど、それやってみてほしい、みんなも。めっちゃ楽しいよ。セブチのドームツアー行かれますか？行きます。参戦します。マジで楽しみです。見てる YouTuber とかいますか？最近はねこの人たちレインボーコートチャンネル、お笑い芸人の人だよね。このチャンネルをよく見てます。なんかおもろすぎてよく見てる。ぼーっとしてる時に見てます。体型維持のコツは？ジムとか通ってますか？パーソナルのジムに週1くらいで通ってます。多い時は週2くらいかな。サボる時は1、2ヶ月、3ヶ月ぐらいサボっちゃいます。不登校になっちゃう。寝る前に必ずやることってありますか？例えば音楽聴くとか。寝る前は必ず携帯触ってますね。よくないと思うんですけど、携帯触って YouTube ショートとか、あんまり TikTok は見なくて YouTube ショートとか見たり、あと、まあ、アニメ見ます。音楽を聴くなんてそんなおしゃれなことはしてないな。めっちゃ可愛いです。ダイエットするって決めるときはどんなときですか？
そう、最近やっと毎日体重計に乗るっていうのが習慣づいてきて、まあ、一定数超えたらダイエットしようって多分今後はなると思います。まあ、見た目とかもですかね。足太ったなとか、お腹周りやばいなとか、そういう時にやろうって思いますかね。あとはたまに送信エステとか行った時に、なんかお姉さんとかと会話すると、やっぱお姉さんたちも美意識が高すぎるの。その時にうわこんなんじゃいかんなってなって痩せようって思うかも。だからそういうのね、行くの結構大事だよね。ひえちゃんの気持ちのいい食べっぷり大好きなんですけど、正直あんまり太らない体質ですか？いやー、結構太る体質だと思うけどな。食べても全然太りませんみたいな人っているようで絶対いないと思うんだよな。うん、絶対食べた分だけ太ってると思うもん。そんな人はいないと私は思っています。これだけは疲れてても絶対やるっていうナイトルーティーン教えてください。ごめんなさい、ない、マジでないわ。疲れてたらやんないもん。名古屋で会える機会ありますか？全然あるよ。その辺にいるよ友達とカフェ行ったり飲みに行ったりするときは絶対に栄か名駅なので探してください。絶対にいます。ぜひ声かけてください。結婚式のおすすめコーデ知りたいです。私そんなに行ったことないから、最近着たドレスこちらです。めっちゃ可愛いんでおすすめです。二の腕痩せに効果的なのは食事制限&ストレッチの徹底か筋トレたくさんのどちらでしょうか？二の腕痩せは正直なんかストレッチとかで結構変わるっていうから、食事制限&ストレッチの徹底かな。なんかこの辺とかね、本当に流すといいと思う。筋トレもいいけど、食事制限である程度脂肪を落としてから絞るって感じじゃないといけないから、やっぱ食事制限で二の腕の脂肪を落として筋トレかな。私が結構そのタイプで、食事制限とかストレッチとかも一切せずに筋トレだけでこの二の腕ねやってたんですけど、やっぱね結構ごつくなりました。でごつい筋肉の上に脂肪が乗っちゃってるから、でこの脂肪って食事制限でしか落ちないから、やっぱね食事制限が一番大事だと思います。だから食事制限とストレッチ。最近失恋しました。失恋した時どうやって忘れますか？友達と飲みに行くか、ひたすら寝る。ひたすら寝て自分を甘やかして夜は友達と飲みに行くで忘れる。まあ、本当に時間経てば忘れられるから絶対大丈夫です。1ヶ月で痩せたいのですが、何かいい方法ないですか？私が1ヶ月で絶対痩せるって決めるんだったら、お菓子、間食絶対しない。我慢できなかったら芋とか小麦粉類は一切取らない。ラーメン、パスタ、パンとかは一切取らない。あと水をたくさん飲む、ストレッチする、筋トレする、タンパク質の多い食事を心がける。あとはなんか1ヶ月後のためだけに痩せるってなったら、まあ、食事とかカロリーをね控えればいいと思うんですけど、でもマジでリバウンドするから、私だったら昼夜は必ずたくさん質のいいものを食べる、まあ、夜は控えていいんだけど、質のいいものをちゃんとしっかりとる、で悪いものを一切食べないっていうのをするかな、1ヶ月だったら。ラスト、今後の夢は何ですか？YouTube での今後の夢は5万人達成したということで、次は10万人目指して頑張りたいと思います。今は週3ぐらいでちょっとね頻度を上げて更新しているので、ぜひまだチャンネル登録がねされてない方はぜひお願いします。はい、皆さんこんな YouTube をね見てくれてありがとうございます。見てくれてる方のためになるような YouTube をちょっと発信していきたいと思ってるので、ぜひ皆さんやってほしい企画とかあったらコメントに書いてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお待ちしております。じゃあねー。